配信がこれで開始されてるかな。よしよし、はい。配信開始されてるみたいなんで、進めていきたいと思います。ですね。画面共有もお願いはしい、ま画す。面共有ですね。はい。これで、これでいけるかな。はい。それでは、始めたいと思います。よろしくお願いします。レーベンハイムスコーレムの定理とその応用ということで、話していきます。今回の講義の目的なんですけど、ちょっとこれは、今回ここに来てはるのが、数学基礎論的なことをあまりしない人っていう想定でちょっと話をするんですけども、一般的に、数学基礎論のイメージというと、ニッチな分野だったり、あとは解析とか代数とか幾何とかと、比べたら、主流の分野という感じで見られてたり、あとは過剰にテクニカルだから、という感じで敬遠されてるかなっていうところもあるかなとも思いますし、あとあんまり応用が効くような分野じゃないという、いうふうに思われてるんじゃないかなと、これらは私の被害妄想も含めて そういうふうに思われてんじゃないかなと思うんですけども、実際、今回はですね、その数学基礎論における、有名な定理、レーベンハイムスコーレム、タルスキーの名前も入ってくることありますけど、レーベンハイムスコーレム、タルスキーの定理と、あとその応用例を紹介することで、実際はその数学基礎論の手法は、広く活用できる可能性があると。で、数学基礎論的な観点が、実践的なアイディアを生むという、そういうことを感じてもらいたいと思っております。ということで、つまり、数学基礎論は、皆さんの専攻問わず、興味深い分野ですよということを言いたいわけです。で、数学基礎論というものの、立場というのはどういうものなのかということなんですけども、大体主な目的としては、数学のロジックを、形式的な記号操作とみなして、ロジックそのものが持つメタ的な構造を解明していくというような、そういう目的を持っている分野だと考えていいと思います。ここでいうメタ的な構造というのは、この公理形は無矛盾であるとか、あとはこの公理形からこの命題は証明できないとか、そういった内容の主張を示していくこと。そういった内容の主張がメタ的な構造と言いたいということですね。基本的に皆さんが普通にやる数学っていうのは、大体は公理形を最初に定めておいて、もちろんそれは公理論的なものの見方をするとって話ですけど、あらかじめ公理形っていうのを定めておいて、その中でどんな命題が証明できるかっていうのが、普通の数学の証明だと思いますけど、それのちょっと一個外側から見てる感じの構造ってことですね。メタ的な構造というのは。で、そういうのを、いろいろやっていくのが、基礎論の大体の仕事じゃないかということです。で、準備をすぐに終えて、本当は行きたいところなんですけど、この分野っていうのが、結構、ありがちな疑問というか、理解を妨げるような、ありがちな疑問っていうのが結構ある分野なんで、ちょっとそこが注意事項としてあるという感じがします。なんで、そういったありがちな疑問に注意しながら、でも可能な限り最短で説明を試みたいと思っております。で、その説明っていうのが、この講義の前半なんで、半分ぐらいそういう世界観の説明をすることになります。まず、ここは学部2年生とか3年生の方は大体、知ってるかなっていう内容のおさらいみたいな感じなんですけど、
命題論理という、考え方、分野がありますね。命題論理というのは、まあ、文の真偽の組み合わせがなすロジック構造を研究する、まあ、そういった分野だと、まあ、言うことはできると思います。どういう感じでやるかというと、まあ、なんか、表現したい、まあ、そういう文の真偽の組み合わせとか、まあ、表現したい、まあ、構造に合わせてなんですけど、まあ、命題変数っていうのを用意しておくわけですね。あらかじめ。なんか文章の代わりになるものですね。で、そういうのを、まあ、自分の好きなだけ、必要なだけ、まあ、用意、あらかじめ用意しておいて、まあ、その集合を I としておくみたいな感じですね。ここで言ってるのは。で、大体、まあ、P とか Q とか、文章の、文の表す、まあ、命題変数っていうのを、表しますけど、で、そういう風にして、あと、推論規則っていうのを、まあ、あらかじめ、適切なものを定めておくんですけど、そういうものを定めておいた上で、P かつ Q からは、まあ、P が証明できる。まあ、推論規則によって P が証明できるとか、P からは P または Q が導かれるとか、あとは、その、別に、何かの仮定をせずに、まあ、推論規則の、定め方により、P と、P の二重否定が、まあ、同値であるみたいな文章が証明できますよみたいな話だったり、あとは、ドモルガンの法則っていうのが特に、まあ、有名な定理として、まあ、命題論理の結果の一つですよね。P と Q、P かつ Q の否定っていうのと、まあ、P の否定または PQ の否定っていうのが、まあ、P と Q の命題変数が、まあ、真偽の割り当てに関わらず、この文章と、この文章、文章というか、論理式ですね、の真偽が一致すると。まあ、そういう、論理式が一致するという意味での同値であるというようなこととかを言ったりする。まあ、そういうのが命題論理の、業績というか、まあ、やってきたことの一つですよね。で、まあ、特にここで命題論理っていうのは、その、文の意味内容の方に、深く立ち入らないという、まあ、特徴があります。まあ、真か偽かということであって、その内容、何が真であるか、何が偽であるかみたいな、なぜそう なってるのかみたいなことに立ち入らずに、真である文と偽である文を、組み合わせたら、まあ、どういうことになるかっていう、まあ、そういうことですね。文の真偽の組み合わせがなすロジック構造というのは、まあ、そういう考えで、いろいろやるっていうのが命題論理だと思います。で、ここで、一つ、まあ、最初に何も言わん、ちょっとスルーしてた問題があるんですけど、この命題変数、いくらでも、自分の好きなだけ、使いたいだけ用意しておくっていう考え方なんですけど、これが、自明じゃないというか、これはちょっと結構怪しいことを言ってるわけですね。わけですねというか、まあ、後でこれのことをちょっと解決していきたいんですけど、まあ今、その集合何でもいいっていうのは本当に何でもよくて、まあいわゆる加算とか、加算無限とか、まあ他にももっとでかい無限でも、いいというような感じで、まあその、命題論理を紹介してる、まあ教科書とかには、まあ大体その、ここの集合のサイズとか、そういうことに、特に何も言わずに、定義している場合があって、まあ場合が多くて、ただその考えをそのままなんかスルーするわけには本当はいかないんですね。まあ無限とか集合というのが何か明らかでないのでっていう、まあそういう意味合いなんですけど。です。だからそれが、まあ合法的なのかなっていうのはちょっと疑問に思っておいてほしいということですね。で、これに関しては後でまた、説明、それが合法的だという説明をしていきたいので、はい、ちょっとまあ頭に留めておいてくださいという話です。で、命題論理の話として、まあターム、いろんなタームがあります。それを紹介していきます。理論という言葉があります。論理式の集合のことを理論と言います。だから、例えば P と Q の否定と P ならば R、この3つの文の集合、まあ、これ理論と呼ばれる
ものです。でモデルというのは、理論の論理式すべてを真にするような命題変数への真偽値の割り当てのことです。P に T を、割り当て、Q に F、R に T というふうに割り当てをすると全部真になるので、この上に示した理論のモデルになっています。あと、無矛盾という言葉があります。理論から、推論規則によって矛盾が導かれないことが無矛盾と言います。逆に、例えば P と否定の P とかを入れておくと、そういう理論は矛盾した理論になります。で、特にこの命題論理について、著名な定理があります。命題論理の完全性という、完全性定理というのがありまして、まあ、証明には選択公理が必要です。で、どういうステートメントかというと、理論がモデルを持つことというのが理論が無矛盾であるということと同値だという内容です。理論がモデルを持つというのは、まあ、命題変数の割り当てで合法的なものがあるかということなんですけど、これは意味論的条件という、立ち位置の条件です。一方、理論が無矛盾であるというのは、推論規則に関する話なので、統合論的条件と呼ばれます。で、この二つが同値であるというのは全くもって、自明ではないことです。実は。はい。ただ、一方は明らかです。理論が無矛盾であるならば、理論がモデルを持つというのは、そっち側の方向は、推論規則の定め方、それが、まあ、当然持つべき要請として、ある条件なので、そちらの方は健全性という言葉がサウンドネスですね。ついてます。はい。で、完全性というのは、もっぱら、まあ、モデルを持つならば無矛盾であるという、こっちが非自明なことで、こちらの方を表す言葉として扱われることがあります。で、選択公理がいるっていう話をしたんですけど、これもその選択公理というのは無限集合とかに関する命題で、話であって、この定理が、この定理の意味合いって本当は何なのかなというのが、ちょっと疑問になるところです。まあ、もちろんこれも後で説明します。ので、まあちょっと、そういう疑問があるということだけ覚えておいてください。で、次、一回述語論理というものを紹介します。まあ、一回述語論理というのは、文を主語と述語の構造に分解した上で、ロジックの構造を研究するような考え方です。これはつまりですね、命題変数っていうのを廃止して、あとはその、主語にあたる部分を量化する記号、存在量化と全称量化ですが、そういうのを新たに論理記号に導入した、して、いろいろやるっていうような内容になってます。これだけだと何の話をしてるのかわかんなくなるので、後で例をちゃんと挙げますので、とりあえず今は、定義をちょっと聞いていってください。で、変数記号というのは、主語になり得る対象の仮置きとして使う文字です。あらかじめ x0、x1、x2 という感じで加算無限個、用意しておきます。で、fn と書くと、これは n 項関数の記号の集合と、pn は n 項述語記号の集合ということで、関数と述語っていうものに関する、表現したい関数、論理式で表現したい関数とか述語とかを、まあ、好きなだけ、自分の使いたいだけ、あらかじめ用意しておくという考えですね。まあ、そういうものを、まあ、用意しておきます。この二つは制限なしで、用意しておくものです。で、定数記号と呼ばれるのは、いわゆる F0 無限がそれに値します。まあ、定数ですね。主語になり得る特定の対象を表します。また、真偽値というのはですね、まあ一応 P0 の弦に相当するものなんですけど、実際はその公偽命題、公真命題で代用することができるので、
この P グラム弦とかを用意しておくことは普通はしないです。はい。で、特に、ここまでの、まあ、いろいろ定めてきましたけど、この非論理記号というのは関数記号と述語記号のことを言います。はい。で、その非論理記号全体の集合のことを、語彙と言います。この語彙という言葉ですけれども、ほとんどの教科書では言語と呼ばれる、ランゲージと呼ばれる、言葉なんですけど、ケネス・キューネンという、まあ、数学者が、2011年頃に書いた、教科書の方では、レキシコン、語彙、それを、まあ、訳すと語彙ということになるんですけど、レキシコンという言葉で、表しています。で、実際に、この FN と PN 自体が言語ではなくて、そいつらを組み合わせて、いろいろ喋るものが、まあ、言語に値するものなので、やっぱり語彙、レキシコンという言葉の方が、しっくりくるだろうということで、まあ、ここでもそのように使っています。ちなみに、語彙という言葉に、レキシコンを語彙に翻訳しているのは、藤田博史先生です。はい。その言葉遣いをここで使っています。はい。で、一回述語論理っていうのは、結局じゃあ、どういう例があるんですか、どういうものなんですかっていうことで、群論をそこに、その例として紹介します。語彙として、まあ、定数記号が E で、群演算の記号がドットだというような感じにしておいて、公理形として、これ、最初のやつは、結合率ですね。で、次のやつが単位元の性質。で、その次のやつが逆元の存在ですね。この3つの公理形が、内部で成立しているような集合のことを、まあ、群と呼んで私たちは扱っているということですね。まあ、ただし、ドットの解釈が群演算であって、E の解釈が単位元ですよっていう、まあ、そういう解釈にした上でっていう話なんですけど、はい。だからまあ、そういうもの、群論というのは、こういうふうに、一回述語論理の、表現で書くことができるということですね。で、このように考えることの何がうまいのかっていうところで、まあ、うまい例、そういう観点が、そういう観点の、まあ、恩恵の一つっていうのが、定理、次のような定理があります。いかなる群においても単位元が一因的に定まると。まあ、それぞれの群において、その群の単位元というのは一因的に定まるという定理があります。これはなぜかというと、群論の公理形と論理の性質で、まあ、推論規則で、のみで導かれるものなんですね。となると、これはその群の実態が何であるかっていうのに依存してない性質だってことがわかるわけです。はい。ということは、述語論理の枠組みに、まあ、落とし込んだから、一回述語論理の枠組みに落とし込んだから、群の公理形と、まあ、それぞれの群の特殊性というのは分離して、そういう一般的な定理とかを示すことができるという考えができるわけですね。もちろん、実際の歴史的な哲学とかは、そんなことを言うまでもなく、その群っていうのが でき始めた時に、まあ、その当時の数学者は多分すぐに分かったことなんだとは思うんですけども、まあ、ここではあくまで、改めて見直すと、そういうふうに見ることができるという意味で、まあ、こういうふうに言っています。はい。で、一回述語論理の、まあ、もっと大きな使用例ってありますね。それが、まあ、ZFC です。集合論を形式的に見直したものは、まあ、一回述語論理で表現することができます。どういう感じかというと、語彙としては、二項関係のこのメンバーシップの記号のみで、公理形を ZFC として、まあ、記号操作を行う、推論規則に従った記号操作を行うっていうのが、まあ、集合論を形式的に見直したものに当たるということです。議論の例として、じゃあ、まあ、空集合の存在をちょっと証明を紹介します。まあ、ZFC の公理として、空集合の存在ではなくて、
まあ、集合が存在してますよっていう公理は、まあ、前提不信の公理としておきます。空集合は、まあ、知りませんっていう状態ですね。はい。それでやっていきます。まず、何でもいいから、何でもいいからというか、何か集合が存在するということなので、それで X0 という集合を得ますと。で、そこに内包公理図式で、X1 という集合を作ります。それどういう作り方かというと、X0 の弦のうち、これは矛盾命題なんですけど、フォールス、絶対フォールスなんですけど、このフォールスを満たすような、X3 を集めて X1 の、X1 としなさいというような、意味合いですけど、そんなフォールス、フォールスのところを、まあ、満たす X3 ってないので、X1 っていうのを作ったはいいけど、そこに入ってくる弦は一切ないわけですね。なので、X1 は、これは空集合になっていると。いうことで、空集合が作れるってことですね。っていうのが、まあ、いわゆる、その、形式的に集合論を見たプリミティブな議論の一つですけども、現代の数学のほぼ全ての内容が実際は集合論で行動可能である、ということが知られております。なのでですね、一回ずつ論理での、公理的集合論というのは、まあそういう意味で、ただ単に重要とかではなくて、まあ最重要だと。まあ最重要って書いてるのは、翻訳で、藤田先生の翻訳ですけど、9年は、まあオールインポータントと、まあもちろんそういう意味ですね。最重要という意味ですけど、オールインポータントと表現して、います。はい。で、ここで最初に言ってた無限の利用っていうものに関して、話をちゃんとしておきたいと思います。命題論理や一回述語論理の枠組みの説明で、まあ、だからこれはまあ私だけではなくて、そういう教科書とかでまあ、よく集合っていう言葉を使って、しかも有限でもなく加算無限ですらなくていいような集合を利用して、こういうもんですよっていうふうに枠組みを説明していることが多いんですね。はい。ただし、まあ、集合っていうのは一回述語論理の、まあ、ZFC 公理系で、まあ、規定される対象じゃなかったんですかという話ですね。ということはですね、まあ、この集合っていうものを使うのは大丈夫なのかなと。循環論法でして、しかも、有限の立場っていうのを無視していませんかっていうところが、ちょっと気になるところだと思います。有限の立場っていうのは、大体こんな感じだろうという話なんですけど、これはもちろん、その数学者によって立場がほんの少し、いろいろ違うかもしれないですけど、大体は次のような立場のことを有限の立場と言ってると思います。有限的操作は特別な数学の過程なしに行えるはずだと。で、そういう有限的な集法を用いるからこそ、数学の形式化が合法的にできるはずだという考える立場ですね。有限的操作の例というのはどういうことかというと、記号の有限列と推論規則から新しい記号列を作る。まあ、すなわち推論をするってことですね。推論をする。あと変数記号を推論の中で変数記号をいくらでも大きい有限個使うとか、あとはそういった有限的操作っていうのをいくらでも大きい有限回繰り返すとか、まあそういうのが、まあ、有限的操作の例だと考えることができるでしょう。で、そこで、それをするっていうのはあるんだけれど、じゃあそこに無限集合とかいうのをなんか断りなく持ち出すっていうのは、数学の合法的な形式化という目的に合致してないように思われます。ということですね。で、ただこれを解決する方法というのが、まあ、紹介していくんですけど、まあ、メタ的に有限の立場に留まりつつ、まあ、集合論の中で数学の形式化を実行化するという、実行するという考え方です。具体的な、これだけだったら結局何を言われてるのかわからないので、ちょっと具体的に話を、していきたいと思います。で、まずですね、私たちが普通にする推論行為っていうのが、ペアの算術とかでエミュレート可能ってことはよく知られてると思います。ゲーデルの不完全性定理の証明とかでよく出てきますよね。なんかそのペアの算術だったりなんだとかで。で、それで推論を数論の中に入れるっていう感じの話をするんですけど、
まあそういうペアノ算術というプリミティブな数論を使うことで、まあ推論っていうのはエミュレートできる。そしてそれは ZFC のサブシステムだと見なすことができます。で、一回ずつご論理の話をしてて、形式、定式化するときに、加算庫の変数を使いましょうっていう、用意しておきましょうという話をしていました。なんですけど、これっていうのが実際は、実際の証明とか、論理式一つの記述とかに言うのは、それは、所詮、未有限の長さの記号列になります。ということはですね、本質的に異なる意味で推論に使える変数記号というのは、有限個しかありません。定数記号とか非論理記号っていうのは、この説明に当てはまらなくて、ちょっと事情が違うということは、一応気をつけておいてください。定数記号っていうのは、もちろんこれは集合とかいうのを使っていいという状態で作る話ですけど、定数記号っていうのは、いくらでも用意、もちろんその自分の表現したい内容によって、定数記号いっぱい使うことはあるんですけど、そういうふうにすると、本質的に異なる意味の論理式っていうのがたくさんできるわけですね。だから、できるし、それは別に証明の中で全部一緒に、言うことはないだろうけれども、それでも別の意味になるっていう意味で、本質的に有限個とかではないわけですね、定数記号とかの方は。非論理記号は、本質的に有限みたいな感じの言う、ごまかしというか、いう感じの説明はちょっと不適切なので、変数記号とはちょっと違う扱いだということを、気をつけておいてください。で、また、変数記号っていうのは、別の定式化として、加算庫最初になんか記号を用意しておくんじゃなくて、A と A' だけ記号を用意しておいて作るっていう考えができるわけですね。推論規則の中で、推論行為という内容で言えば。だから2つの記号だけ用意しておいて、必要ない次第途中で変数を作成するみたいなことができるわけです。ということで、いずれも変数記号の扱いというのは、推論の中で言う、だったら有限的の範疇だろうということができます。これも論理式の集合とかそういうものに言及しない限りという意味です。論理式の集合として、その X0 からなる、X0 と X0、X1 とか、X2 まで使う論理式、X3 まで使う論理式みたいなのをいっぱい用意して、論理式の集合みたいなことを考える場合は、変数記号が加算庫ないと困ったりしますけども、もちろんそういうことをするわけではないので、推論をするという考えでは、そういうことはしないので、気にしなくていい、有限的だろうということですね。で、ZFC は無限個の公理からなる公理形っていう話を知ってる人もいると思います。これに関しても、実際に推論規則を用いて記号操作するっていうのは、有限個の公理しか参照することができません。なので、ZFC そのものの構造とかに言及しなかったら、有限の立場っていうのは逸脱しなくて済むんですね。っていうことで、ZFC 公理形そのものは、語彙が有限、メンバーシップの記号だけでした。そういうような公理形だったし、推論とか変数記号の扱いも実際は有限的にできるものですね。ということでですね、これを踏まえて次のように考えれば、一般的な命題論理とか、一回実動論理っていうのを、定式化するのに、合法的に定式化できると考えることができるでしょう。最初に ZFC そのものの取り扱いを、有限の立場で逸脱せずに限定的な形の、一回述語論理で、定式化しますと。推論とかは、推論ができる分だけですね。やると。で、そして ZFC を通してメタな立場から、有限の立場での形式的推論で無限集合とか導入することができます。で、ZFC の中で、一般的な形の命題論理や述語論理の定式化を再度行うというふうにすると。で、そうすると、超限的な手法とか、選択公理とかを、論理式の集合とかに合法的に用いて議論することができて、そういった手法の結果の例として、完全性定理などがあったという、そういう構造をしているわけですね。はい。
ということで、まあ、そういった感じを、考え方をすると。まあ、こういったことを、その、なんかあの、なんですか、定義、一回ずつ語論理とか命題論理とかの定義をする場所で説明してるような教科書ってまあ、多分ほとんどなくて、すごい、その、本の後ろの方とかの哲学的なところをよく読んだら分かるような内容ですね、こういうのは。だからそういうところを、言わないと、その混乱する、そういうところを理解しないと、なんかすごい混乱するような話なので、ちょっと今回こういうことをちょっと話させていただきました。で、次にその、まあ本題の方にだんだん近づいていってます。モデル理論というものに関して説明します。モデル理論というのは、述語論理で形式化された公理形と、それを満たす数学的構造物。まあ、これをモデルというわけですけど、それの関係を研究するような理論と、いうことができると思います。ちょっと前に、例を挙げた群論ですね。これは、群論というのは、まあ、こうやっていろいろやったわけですけど、群論の公理形のモデルっていうのが、まあ、まさしく最初に説明してた群なわけですね。この群論の公理形が成り立つ、集合とかいうふうに言ってましたし、から、まあ、まさしくモデルということ、だからまさしくモデルということですね、それが。で、モデル理論におけるタームがいくつかありますが、命題論理のアナロジーが効く、タームとなっております。どういう感じかというと、まあ、一回ずつ語論理の話をするわけですけど、まあ、平論理式という言葉があります。これは自由変数がなく、命題として解釈できる論理式のことを指します。命題論理においては、自由変数というのは、まあ、元々なくて、命題はすべて平論理式だったわけですね。はい。で、理論っていうのは、まあ、平論理式の集合となるわけです。で、モデルというのは、理論に属する論理式をすべて真にするように、非論理記号の解釈を与える構造のことを言います。まあ、命題論理では、その、真偽値の割り当てっていう話だったんで、ちょっと階層が違いますけど、まあ、非論理記号の解釈を与えることによって、その論理式の真偽値っていうのが決まるんで、それ本質的には同じ。命題論理でいうと、このモデルっていうのと対応してる考え方ですね。無矛盾、理論が無矛盾っていうのは推論規則によって矛盾が導かれないことを言います。これは一緒で、全く同じ考えですね。そして、一回述語論理にも実は完全性定理が成り立ちます。ZFC での定理ですけども。はい。まあ、これは結局同じで、理論がモデルを持つということと、理論が無矛盾であるということが同値ということで、これは特にゲーデルの完全性定理とも呼ばれたりします。で、ここでですね、モデルという言葉っていうのは結構誤解を生む原因でもあるんですね。原因というか、そういう原因の一つでもあったりするんです。モデルというのは、まあ、公理形や理論が成り立つ構造物っていうふうに、まあ、ざっくり説明することが多いんですけど、これ実際は一般にはモデルといったら集合サイズのものを、まあ、指す言葉です。まあ、もちろん構造物と言ってるからには物じゃないといけないので、集合じゃないといけないのは当然だっていう考え方もあるんですけど、ただ、まあ、もし、クラスっていうのを、クラスっていう概念がありますけど、それをなんかまあ集合よりもちょっと広いものみたいな感じで考えたりするから、するので、そこをちゃんと区別をつけるっていうのが、重要なことがありますし、もしモデルが集合として存在せずクラスサイズだったら、実際にこれを明示的にクラスモデルということがあるわけですね。実際にあるので、そこの誤解っていうのをちゃんと分けたり、誤解をしないようにしないといけないっていうのがちょっと大変なところだと思う、の一つです。で、一回述語論理の完全性定理というのは、厳密にはこういうことですね。理論が集合モデルを持つことっていうのが、理論が無矛盾であることと同値ということです。で、なんでこういうことをやっぱりわざわざ言わないといけないかというと、その ZFC 公理形でそういう誤解の例があるんですね。しかも特大の例があるわけです。どういうものかというと、集合論の宇宙として、まあ、V っていうのを考えます。これはその集合として認められるものは全部入ってますよっていう意味合いですね。
これが、まあ、全ての集合からなるクラスになってます。そうするとですね、前提 C の公理というのは、この集合とこの集合が一緒ですよっていう、まあ、外延性の公理ってやつですけども、そういう規則と、あとは集合を生成する規則のみからなる、公理形になってます。ということはですね、集合、これは集合であります、あります、ありますっていうのと、あ、これとこれは一緒ですねっていう話をするだけ。まあ、だから違う、この集合とこの集合が異なりますよとは言わない、みたいなことなんで、まあ、そういうふうに、来るもの拒まずみたいな感じなんで、そうすると、ま、V は問答無用で、ZFC のクラスモデルになるんですね。じゃあ、それは ZFC によって、ZFC が無矛盾であるということを証明できたことになるわけではなくて、まあ、実際そのゲーデルの不完全性定理に反するというところもありますけど、まあ、結局何がまあ問題なのかというと、ZFC がまあロジカルに矛盾する可能性というのがまあ残されているというふうに言っていいんじゃないかと思います。逆に言うとですね、これはクラスモデルだからそういう可能性が残されているって話であって、集合モデルだったら、そういうロジカルに矛盾することがないっていうのが、ゲーデルの完全性定理の話だったわけで、そういう意味で、そのゲーデルの完全性定理の恐ろしさっていうのがそこにあるというふうに考えることができると思います。ここまで説明した話をちょっと整理するために、記号を使って、ちょっと見直していきたいと思います。鍵括弧 ZFC で、ZFC の中で形式化された ZFC を表すことにします。ただし、これは単独で参照するような文章、文言ではないです。次のように使うということです。まず、普通の今 ZFC というのは ZFC が無矛盾であることを指す文言だとして、今鍵括弧 ZFC というので、形式化された ZFC が無矛盾であるということを、その ZFC の中で表現した内容、そして、まあ、それの、略記とします。鍵括弧 ZFC そのものは、ZFC の中で、なんか文言として成立してないんですけど、今鍵括弧 ZFC であれば、ZFC の中で表現することが実は、うまいとこやればできるんですね。実はできるんですよ。で、ゲーデルの完全性定理っていうのは、次の内容です。ZFC から次のことが証明できますよと。ZFC の形式化された、形式化された ZFC の集合モデルが存在するというのと、形式化された ZFC が、無矛盾であるというのが同値ですよっていうのが、まあ、ZFC から証明できますよっていうのがゲーデルの完全性定理で、ゲーデルの不完全性定理っていうのは、今 ZFC、である限り、ZFC から、ZFC、形式化された ZFC が、無矛盾であるようなことは、証明、形式的な証明はできませんよという内容です。で、よく集合論者が ZFC の無矛盾性を仮定した上でっていうふうに言いつける文言っていうのは、これのことです。今 ZFC のことですね。で、こっちのことじゃないわけです。ということで、つまりどういうことかというと、まあ、これを仮定したからといって、まあ、ZFC の中で、まあ、この今、鍵括弧 ZFC を言っていいわけではなくて、まあ、この二つは区別されないといけない概念なわけですね。はい。で、まあ、そんな風にモデル理論があるんですけど、一つ重要なモデル理論の、まあ、結果があるので、ちょっとそれを紹介しておきたいと思います。共同達不能奇数っていうのが、まあ、存在するっていう命題があるんですけど、まあ、それを SI っていうふうに書くんですけど、それを仮定すると、ZFC の集合モデルを作ることが実はできちゃうんですね。カッパーっていうのは、まあ、共同達の奇数として、まあ、集合のランクという概念が、まあ、あるんですけど、まあ、カッパーよりもランクが小さい集合を全部集めてくださいっていうふうにすると、これは集合になるんですね。で、まあ、結局カッパーってのは何かというと、それより小さいやつと、まあ、相対的にめちゃくちゃでかい集合みたいな感じになるんですけど、まあ、そういうカッパーっていうのがあると思うと、
モデルでか あると仮定すると、集合として ZFC の集合モデルが作ることができてしまいます。ということで、これは ZFC の矛盾性を証明できることになるわけですね。つまり ZSC プラス SI から、まあ、この鍵括弧 ZSC の集合モデルが存在するということが証明できて、まあ、かつそれだからこそ、鍵括弧 ZSC のコン、ですね、形式化された ZSC は矛盾ですよっていうふうな文言も言えるということになる、なります。ということで、この SI っていうのは ZSC で証明できない文言になってます。まあ、もし証明できるんだったら、ZFC プラス SI と ZFC が同値になるので、まあ、そうすると不完全性定理に反するからです。はい。っていうことなんですけど、実際にはもうちょっと強い結果が言えるわけですね。何かというと、今 ZFC を仮定しても、今 ZFC プラス SI が証明できないということです。つまり、今 ZFC プラス SI は、今 ZFC よりも真に強い主張となっている。まあ、これが一つ有名な結果です。もし、本 ZFC を仮定して、本 ZFC プラス SI が証明できるんだったとしたら、そういう証明を ZFC プラス SI の中で形式化することができます。で、その証明を形式化すると、ZFC プラス SI からこの形式的な証明として、ZFC の形式化されたやつの矛盾性から、ZFC プラス SI の形式化されたやつの矛盾性が証明できますよというか、そういう論理式が作ることができるんですね。証明できますよじゃなくて、ならばのやつが、こう、形式的な証明として、この結果として出来上がるという形に出来上がりまして、で、実際に ZFC プラス SI から、こっちは証明できるわけですから、そうすると、自動的にこっち、今 ZFC プラス SI の形式化されているやつの矛盾性、コーンいらなかったな。はい。ZFC プラス SI の形式化されたやつの矛盾性というのが、証明できることになってしまうので、そうするとこれは不完全性定理に反するということです。はい。で、じゃあ、ただ、ちょっと待ってくれよ。ZFC、こっち ZFC で、それの矛盾性だと。で、こっちは ZFC プラス SI で、なんか余計な仮定つけてるじゃないかと。だから、ちょっとでかくなってるんだから証明できないのはそんなおかしいことじゃないんじゃないかっていうふうな感じもするんですけど、実際は、これは本当にというか、意味があってて、例えば ZFC プラス CH、連続体仮説だったとすると、ここ SI じゃなくて CH だったとすると、ZFC を仮定すると、この、今 ZFC を仮定すると、今 ZFC プラス CH は証明できてしまうので、実際はそういうのができてしまったりするので、これ SI をなんかつけてるから証明できないっていうのは、この SI だからこそ、とか、まあそういうなんか強い仮定になる、なるっていうものがちゃんとあるわけですね。はい。そういう風になってるので、これは全然その、自明なことでは全然ないんですよっていうことだけ、覚えておいてください。まあもちろん今回これ以上は、使いませんので、いいんですけど、まあ集合論とかをこれから志す人みたいなのがいるとすれば、覚えておいてください。で、準備がほとんど、これで前半の、ここまででの前半の世界観の説明終わりました。で、ここからようやくレーネ・ペンハイムスコーレムの話に入っていきたいと思います。まあ、部分モデル、っていう概念を紹介します。M と N を、まあ、同じ語彙の同じ色のモデルだとします。で、この普通の M と N の方は、それぞれのサポート、構造を無視して集合とみなした時の、まあ、集合ですね。それで M と N がこういう部分集合の関係になっているというふうに仮定します。ここで、M が N の部分モデルであるというのは、各非論理記号の M での解釈が、N の解釈を M に制限したものに一致することを言います。それで、そうなることを、まあ、M と N の、まあ、これはこっちの記号を使いますけど、で、部分集合の記号で、まあ、表したりします。
まあ、これは部分モデル、ワーラース記号です。で、まあどういうことかというと、解釈を制限したものに一致するというのはどういうことかというと、まあ N 項述語の方と、まあ、N 項関数記号、まあこれ結局同じようなことを言うんですけど、関数記号の方が分かりやすいのでこっちで説明します。まあ F って関数記号があって、A1 から AN の、まあ、変数ですね。パラメータを M から取るんだったら、一緒の値になりますよっていうことですね。M から取る以上は F の、まあ、解釈っていうのは N の M でも N でも同じようになりますよということですね。まあ、述語記号についても、まあ、結局同じことを言う、同じようなことを言うわけですけど、まあ、それがここに書いてる文言の意味合いです。次に初等部分モデルという概念を紹介します。M と N が、モデルがあって、まあ、M は N の部分モデルという形ですね。まあ、そういうふうに仮定しておいた上で、初等部分モデル、M が N の初等部分モデルであるというのはどういうことかというと、M の元すべてを定数として許容した、任意の平論理式。まあ、定数として使って作ったような平論理式ですね。ファイに関して、その真偽が M と N で一致しているとき、M は N の初等部分モデルであると言います。ということですね。で、こういう記号で、この変な形の代償関係の記号で表すことが多いです。大雑把に言えば、同じ文が成り立つ部分モデルという符号ということになるんですけど、ただ、最初にこっち側は、まあ、論理記号、述語とか、述語記号とか関数記号とかを、の解釈は一緒ですよっていう話をしてて、こっちではなんか文が成り立つことが一緒ですよって話をしてて、この二つの違いっていうのが今よくわからないですね。非論理記号の解釈一致させてるんだったら、文章の解釈も一致するんじゃないんかっていうふうに、思うことがあると思うので、ここでちゃんとその違いが出る例を、紹介しておきたいと思います。語彙として二項関係、レス than の二項関係だけも置いておいて、M と N は特に公理形を定めない空な公理形のモデルだとします。まあ、ただ単にそこに構造、何かの構造があるみたいな意味ですね。で、M っていうのが0、で、M っていうのは0、1の二元集合っていうふうにしてサポートを定めておいて、01と小なり記号の解釈っていうのは普通の自然数論での解釈と同じっていうふうにします。こういう感じの、まあ、モデルというか構造を考えます。そうするとですね、この代償関係の記号を M で解釈すると、まあ、それが成り立つような関係がどこにもないので空集合になります。N での解釈は、この0と1、は代償関係つきますので、このタプルだけあります。しかしながら、1っていう数字は M の元じゃないので、そうすると、N で、代償関係を N で解釈したものを M に制限した場合、それは結局この1がないから、これ入ってこないわけですね。だから空集合になってしまいますと。そうすると、それは M での、解釈と一致してますよね。ということは、これは M は N の部分モデルだということが言えるわけです。で、一方で、代償関係がついている二元がありますよっていう意味合いの文章ですね。これに関しては、N では成り立ってるわけですけど、0と1で成り立ってるわけですけど、M にはそういうのがないから成り立ってないわけですね。こういうふうに文章は一緒だけど、違う、成り立たないが違う状況が発生しているわけです。なので、初等部分モデルではないということが言えるわけです。これは結局何かというと、量化子のスコープですね。ここの変化があったからこそ、文の真偽に影響を及ぼしているということが あるわけです。こっちは、y の方に1、y は1を取ってもいいから、成り立ちますけど、こっちは1とかいうのは取れないので、そういうふうに、量化子のスコープの変化っていうのが影響しているわけです。文の真偽に影響しているわけです。で、ようやく本題の方に入っていきます。上向きレーベンハイム、レーベンハイムスコーレムの定理っていうのは、ZFC の定理で、選択公理
証明するのに選択コリが必要です。で、特にレーベンハイムスコーレムの定理というのは上向きと下向きの2つに分けることができます。というか、まあ、2つを合わせて言ってるっていう感じですね。で、まあ、なので、まあ、とりあえずその説明をします。上向きレーベンハイムスコーレムの定理というのは、語彙を、まあ、L として、まあ、L というのは結局述語記号とし、関数記号とかも全て集めている集合ですね。として、まあ、そういう、こういう書き方をしてるわけですけど、なんか、まあ、あんまりこれ自体がそんなめちゃくちゃ今重要じゃないので、まあ、語彙は L として、それで書かれた理論 T のモデル M があって、それの濃度が、このオメガっていうのは加算無限のことですけど、加算無限濃度以上のものがあったとすると。で、この時、まあ、L のサイズと M 以上の任意の奇数、カッパーについて、濃度がカッパーの M の初等拡大モデルを構成できると。まあ、拡大モデルというのは部分モデルの反対の言葉で、結局 M を初等部分モデルにするようなモデル、でかいモデルを作ることができますよっていう意味合いです。で、つまりどういうことかというと、まあ、カッパーというのは、どんだけでかくてもいい話だったので、まあ、好きなだけでかいモデルを作れるっていう、そういう感じの定理ですね。で、特に今回重要なのが次の下向きレーベンハイムスコーレムの定理で、まあ、こっちの方が驚き度合いが強いのですね、説明していきたいと思います。で、仮定は一緒です、ほとんど。語彙が L であって、それで書かれた理論 T のモデル N で、濃度がオメガ以上のものがあったとすると。まあ、そういうふうにしておいて、まあ、N のサポートがあって、この時、この N の部分集合 X、これ何でもいいんですけど、なんか X とりあえず何か取ったとしたら、それに対応して、必ず N の初等部分モデル M っていうのを構成できますよと。どういう感じかというと、この X を核にしたような M であって、その M のサイズは X より X 程度で抑えられるということですね。この L、言語のサイズとかはもちろん無視できないんですけど、X っていうのはどんな風に取ったとしても、それからそんなにでかくないような、まあ結局 X と同じレベルのサイズの M っていうのを作ることができますよということです。これはすごい、かなりすごい定理で、理論の内容に関わらず、これ理論結局何でもいいわけですからね。理論とか語彙とかが何だったとしても、まあ同じようなことが成り立つと。理論の内容に関わらず、好きな部分集合を核にして十分に小さい無限モデルっていうのを自由に作ることができますよと、そういうなんか全然非自明なかなりヤバめの定理だと思います。今回使いたいのも今回応用として使いたいのも下向きの定理のみなんで、この下向きの定理の証明をしていきます。はい。で、まあ、注意としては選択公理を用いるので、まあ、奇数計算はできるということを一応了解しておいてくださいということですね。選択公理がないと奇数計算がまともにできないという事情もありますけども。はい。で、今やりたいことですけど、まあ、N の部分集合 X を2に取りますっていうところから始まってるんですけど、これで今やりたいことっていうのは、まあ、X がそもそも N の初等部分モデルだったら、終了ですね。話、最初から終わっている話になっちゃうんで、ですけども、じゃあ何が問題で、初等部分モデルじゃなかったりするんでしょうっていう話です。それには、タルスキー・ボートの判定条件という呼ばれる条件がありまして、次のことが同値であることが知られております。X が N の初等部分モデルであるというのは、X の元をパラメータとした存在論理式で、N では成立するはずのものについて、その存在証拠が X にあるっていう、そういう状況と、この初等部モデルというのは一致してるということですね。こっちが成り立ってつこととこっちが成り立つことが、同値だというのが、タルスキー・ボートの判定条件です。ということで、X がそもそも N の初等部モデルじゃなかったりする理由、問題点というのは、結局この X が後者の条件を満たす保証がないということです。ということで、X をなんかうまく拡大することで、タルスキー・ボート条件を
クリアできるように してあげれば、してあげて M っていうのを作ればいいわけですね。はい。なんでそれを目指していきたいと思いますと。で、ここで L で考えられる自由変数が残っている形の存在論理式、ファイっていうのを、まあ、すべてを考えていきます。で、実際どういう感じかという、まあ、ちょっとわかりやすいように、こういう感じですよってことですね。ファイっていう論理式、まあ、この Y のベクトルはこう自由変数が何個かあるみたいな意味合いです。自由変数何個かから、何個か残っているような、ファイっていう論理式があって、それの形は、存在論理式なんだけど、まあまあ、存在論理式でこういう形してるってことですね。はい。で、こういったファイそれぞれに対して、スコーレム関数っていうのを考える。スコーレム関数とは何か。自由変数に、この残ってる y のところ、自由変数に、ここに n の元を代入したときに、もし n において、その式が真になるんだったら、その存在証拠、まあ、ここで言うとこの x ですね。これ、x に当たるものを返す関数。ってのを、スコーレム関数と呼びます。呼んで、そういうのを作ることができますと。これは、n を選択公理で整列しておくと定義することができます。まあ、つまり、この存在証拠の中で、整列した中で一番小さいものっていう、こう整列した中で、なんかこの存在証拠になるもののうち一番小さいものってなって、取ってこれるんでっていう、まあ、そういう感じですけども。まあ、だから、そういう意味でも選択公理が、特にこういう意味で選択公理は必要な定義です。はい。こういうふうなスコーレム関数を定義しておきます。そうするとではそうしておきますで、今、その L のサイズ、オメガと X のサイズのマックスをラムダとしておきます。で、X の元をパラメータに利用した上で、語彙 L で考えうる存在論理式っていうのは、まあ、これ奇数計算で全てカウントすると、ラムダ本、たかだかラムダ本ということになるがわかります。そうするとですね、この用意してたスコーレム関数っていうのも、まあ、ラムダ本に対するスコーレム関数いっぱいあるわけですけど、ラムダ本に対してスコーレム関数ラムダ個あるわけですけど、それでラムダ個の存在論理式について、まあ、成立問についてはその存在証拠って得られるわけですよね。それぞれ。それぞれ得られるので、そいつらを全部 X に追加して、X1 としてみましょうと。そうすると、X のサイズはそんなでかくないわけですよ。最初に、やってた X からそんなでかくなってない X1 っていうのが得られるというふうになります。で、今、成り立つことは何かというと、X の元をパラメータとした存在論理式で、M では成立するはずのものっていうのに関しては、その存在証拠が X1 にあるっていう状況が作れました。ですが、それは別に X1 がタルスキボート条件を満たすことにはなっていません。作りたかったのは、X1 の元をパラメータとした存在論理式で、ふんぬんかんぬんで、存在証拠が X1 にあるような状況です。だったので、これじゃ失敗してるわけです。で、ただ、これはまあ別にダメな、方法だったわけではないと考えて、アイディアとしては、じゃあこれ同様の構成を用いて拡大していったらどうだということです。つまり、X1 の元のパラメータとしてはふんぬんかんぬんで、存在証拠を、まあ、X2 にあるっていう、まあ、さっきと同じ作り方で、まあ、X2 っていうのを作ることができます。X2 の元をパラメータとしてはふんぬんで、X3 になり、X3 を作れますっていうふうに、だんだん作っていくことはできるわけですね。で、そうすると、まあ、途中でもし、X2 とか X3 が一致してるみたいな状況になれば、それでやったモデル、これでタルスキボートの条件を満たすモデルじゃない、集合を作れたっていうふうに話になるんですけど、まあもちろんそんな都合のいいことになるわけがないというか、なるっていうことは全然言えないわけですよね。X1、X2 っていうふうに作っていくんだけど、いずれもタルスキボートの条件を満たさない可能性っていうのは依然としてあるわけです。ただ、ここまでやると、素晴らしいことが言えて、X2 というふうに作っていたこの系列、XN の全部の和を取りますと。そういうふうにして M、それを M として定めます。そうすると、これがタルスキボートの条件を満たすことになります。
で、しかも、奇数計算をすれば、M のサイズはラムダとなっていますと。で、この M っていうのは、今 X1、X2 で拡大していきますよって話をしたんですけれども、実際はこれ機能法で定義できるわけで、皆さんが実際に無限ステップ何かを、しないといけないとか、そういう推論ではないので、正当に定められるものです。で、この M っていうのが、まあ、タルスキーボート条件を満たすことの解説としては、次のようになります。これ M ですね。M の弦をパラメータとして存在、パラメータとした存在論理式で、N では成立するはずのものっていうのを考えると、まあ、その論理式は有限の長さでしたね。っていうことはですね、その有限の長さで論理式で使用されるパラメータって結局、有限個しかないわけですよ。そうすると、実際はすべてある xn、まあ、十分でかい、このスモール n を取ってきたら、まあ、なんかある xn に属するわけです。そうすると、その存在論理式の成立証拠っていうのは xn プラス1にあるわけですよね。で、ただそしたらそれは xn プラス1っていうのは n の中の弦ですから、弦じゃない、m の部分集合ですから、これは m はこの操作について閉じてるわけです。M の中に必ずあると。タルスキーボート条件をこれで M は満たしていると言えるわけですね。そうすると、この、M に、最初の N から自然に定まるモデル構造を導入すると。まあ、結局単純にあれですね、導入するっていうのは単純に制限。この、論理記号の解釈、非論理記号の解釈を、関数とか実語記号の解釈を M に制限する。っていうふうにすると、モデル構造を自然に導入できて、この M っていうモデルを X のスコーレム平方と呼びます。呼びまして、こいつは、まあ結局 N の初等部分モデルになってますということですね。これで証明できましたということです。今回重要なアイデアだったのは何かというと、なんか関数を、うまい関数を考えて、その集合の拡大列っていうのを作りました。で、その和を取ることによって、その関数の平方っていうのを作成するということでした。まあ、このアイディアが、すごく重要です。で、まあ、定理の応用の話をしていきます。レーベンハイムスコーレムの定理というのは、モデル理論の定理でした。なので、非常に限定的なものに見えますけども、実際はですね、モデルという概念自体が、広くよく知られているような公理形とか語彙だけじゃなくて、自分で作った自由に定めた公理形や語彙に対しても考えることができる概念になっています。ということで、実際はこういうアイディア次第では、応用はかなり効くんじゃないかという考えられるわけですね。で、実際に集合論における実例として、紹介していき、集合論における実例を紹介していきたいと思います。引き続き ZFC で議論していきます。そうですね。本当は他の分野からいろいろ紹介できればよかったんだと思うんですけど、私自身が集合論畑の人間でしかないので、すいませんが、集合論の話 しかしません。では、結局その応用のための準備を今からしていきます。ポセットという概念があります。これは、いわゆる擬順序集合のことです。集合 P と、まあ、その上の、この、以上、レスダン Y イコールの記号の、まあ、組み合わせが、まあ、擬順序を定めてるっていうのは、まあ、反射率が成り立ってて、あとは推理率が成り立ってるっていう、そういう集合ですね。そう、はい、反射率と推理率が成り立つような、まあ、そういうような順序、順序のやつを、まあ、擬順序と言って、まあ、そういう集合を考えるということですね。で、この、単純にこの、この集合、この擬順序集合を表したいときには、このポセットを表したいときには、単純に、その代、サポートとなっている集合だけを表したりしますし、あとはその順序であることが明らかだったら、この、下付きの P とか使わずに普通に、ただの記号で書いたりするっていう、
ことが多いです。はい。まあ、ここは特別なことは別に説明してないですね。ポセットという概念を説明、擬順序というものを説明しただけです。はい。で、以降、P はポセットと、します。で、コンパ、それで、まあ、て、あの、えっ、ー、と、ここから、言葉を説明、定義ばっかりしていきます。コンパティビリティです。A と B、P の元 AB がコンパティブルというのは、A と B の、まあ、共通で下に来る元がある。っていうことです。そうでないときは、インコンパティブルといって、この矛盾の、ような記号ですね。A ボット B で、インコンパティブルというのを表したりします。ね、次、アンタイチェーン。P の部分集合 A がアンタイチェーンであるというのは、A から、まあ、2つの異なる元を取ってきたら全部、インコンパティブルですよという、そういう状況です。CCC というのがありまして、P が、カウンタブルチェーンコンディション CCC を満たすというのは、任意のアンタイチェーンの濃度が高々加算であることを言います。で、非自明な CCC ポセットの最も有名な例は、有限二進列全体に方眼関係の逆順序を導入したような、構造です。どういうことかというと、空列が一番でかくて、その下に、その直下に0と1があって、0の下に、00と01がそれぞれあって、1の下に10と11があって、っていう感じの形ですね。有限二進列全体のこういうなす、完全二分儀です。まあ、そういうのが有名、非自明で有名な例、CCC ポセットの有名な例になっています。これはそのポセットそのものが加算の濃度なんで、CCC であることは自明かなって、自明になってしまいますけど、ポセットとしては非自明なものです。はい。で、次、P の部分集合 D がデンスであるっていう、デンスセットであるというのは、P の元、任意の元に対して、それの下に潜り込んでくるような元がありますよと、D の中にありますよっていう状況です。それが、デンスセットというものです。で、次、フィルターというのがあります。P の部分集合、G がフィルターであるというのは、それが下向きディレクティッドであって、上向きクローズドであるような、集合だということです。まあ、下向きディレクティッドというのは、G から2つ弦を取ってきたら、それの両方の下に来るような、G の弦があるっていうのと、上向きのクローズドっていうのは、G からなんか適当に弦取ってきて、で、適当に取ったとしたら、その上にあるような弦は全部、そいつらも G の弦ですよという、そういう意味合いです。で、次、ジェネリシティの話。集合族 D っていうのがあって、それが、デンスセット。その、集合族 B の弦が全部デンスセットだったとします。それで、フィルター G が D の、D ジェネリックであるというのは、その D の弦全部、それぞれが G と交わりを持ってますっていう、そういう状況です。それを、D ジェネリックと言います。で、一般にですね、P が、一定以上複雑な形をしていて、D のサイズが、大きい場合は、D ジェネリックのフィルターは全く絶対存在しませんよっていうことが、言える場合があります。いわゆる、強制法っていう呼ばれるのは、そういった存在し得ない対象っていうのを付加しながら、基準となるモデルと異なりすぎないような新しいモデルを考えるという手法のことです。集合論者がよく使う強制法っていうのはそういう手法であって、基準となるモデルと異なりすぎないっていうような、こういう機微というか小さい、細かい事情、細かいところを何とかコントロールするために、この範順序、擬順序とかいう、ポセットという概念をなんか結構うまくいろいろ使ってるっていう、そういう背景があったりしますけど、今回はそっちの話をゴリゴリすることはしません。はい。で、問題、ここで、今回の問題意識は何かというと、ジェネリックフィルターが存在しなくなるような P と D の選び方って、ZSC から完全に決定することってできるんでしょうかっていうことなんですね。
この存在し得ないって言ったんですけど、この境界線っていうのが分かんないっていうのが、まあ昔の話だったわけです。で、現在ではこれが ZFC で決定不能であるというふうに知られてまして、まあそういうのを、まあ決定するのを強制行為、フォーシングアクショムって言ったりします。で、今回紹介するマーティンズアクショム、前のディグさんの、やつでもちょっとで触れられたりしてましたけど、そういう、まあ、有名な、フォーシングアクショム、強制行為の一つ、マーティンズアクションっていうのがありまして、今回はそれの話をちょっとしていくっていう感じですね。で、マーティンズアクションっていうのは次の命題のことです。P が CCC ポセットであって、ラムダが、22乗目が、これは連続体ノードのことです。連続体ノード未満のラムダに関して、まあ、ラムダ個の電子セットってことですね。ラムダ個の電子セットがあったとしたら、そのP のフィルターで、その D の D ジェネリックなフィルターが取ることができますよっていうのが、マーティンズアクショム MA です。で、MA スターという命題もあります。これは、P のサイズを、P のサイズも連続体ノード未満に制限したものです。はい。そうするとですね、まあ当然 MA から MA スターは、成立するわけですね。なんでかというと結局この P、こっちの、P が、制限されている分だけ、こっちは弱い命題になっているので、MA から MA スターは自明に成立します。で、ただ、実は驚くべきことに、この MA と MA スターは実は同値なわけです。これが、今回証明したい応用定理です。この主張のすごいところというのは、無数に存在するはずの CCC ポセット、すべてについて調べずとも、サイズが小さい CCC ポセットについてのみ、調べると MA の性比がわかるという仕組みになって、そういう命題です。恐ろしい定理ですね。で、この仕組み、実はそこで、からくりがあって、証明の概略としては、P がまあどれだけ大きかろうが、実はうまい初等部分モデルをとって、まあ、それがまあ、同じように順序になるんですけど、うまい初等部分モデルを取ることができて、そこでの MA スターの判定というのもできることになって、その判定が元の P の方に伝わるというような形になっています。はい。では、証明を紹介していきます。まず最初に MA スターを仮定します。で、P は CCC ポセットで、ラムダは連続体モード未満で、D っていう電子セットの列があるという、まあ、そういうことですね。で、目標としてはこの D に関するジェネリックフィルターを見つけることになるわけですけど、当然、今、MA スター、これ MA スター、MA だ、最初 MA だったらもちろん取れるけど、取れない、取れるか分かんないよねっていう話をしてるわけですね。で、特に、このラムダのことについてもうちょっと言っておかないといけないのは、ラムダがオメガ1未満、オメガ1っていうのは、非加算、最小の非加算順序数であって、つまりこれは何が言いたいかというと、ラムダが加算ってことですね。ラムダがもし加算だった場合は、そもそも ZFC の定理でジェネリックフィルターを取ることができます。なので、ラムダが加算の場合は全く意味がなくて、別に考え、あんまり議論の必要がない定理になります。で、なので、オメガ1、ラムダがオメガ1以上の場合のみ考えれば良いということになります。です。最初に説明しませんでしたけども、実は MA、マーティンズアクションというのは、マーティンズアクションというのは実は連続体仮説が成り立つ場合、オメガ1と22乗オメガが一緒になっている場合は、自明に成り立つということになります。MA っていう、だから連続体仮説が成り立っている場合は、MA は、自明に成り立つ。自明というか、自明って言い方はちょっとおかしいのかもしれないですけど、必ず成り立つ定理になってしまいますので、実は CH を否定した状態で考えるのが MA の、本来の使い方です。で、今はその本来の使い方の場合を考えましょうみたいな意味合いですね。
だからまあ、CH が、CH を否定している場合ですよということになったんですね。はい。で、次で、次に MA スターが利用できない P についての問題になってるので、まあ、MA スターが利用できるんだったら、ジェネックフィルター取れるじゃんって話だから、MA スターが利用できない P についての問題なので、P のサイズは連続体ノード以上っていうふうに、仮定することができます。まあ、それだけか、その部分だけ考えればいいってことですね。はい。そして、さあ、ここで、P に関して成立する文に着目します。P はサポートとして、レスダンの記号、これ記号ですね。記号として順序を表す記号を用意しておきます。で、各、アルファに、ラムダ未満のアルファに対して、まあ、それぞれ、ラムダこの、まあ、順序数に対して、それぞれ d'α っていう、記号を用意しておきます。これは、部分集を表す記号として用意します。まあ、つまり、普通に、としてっていうか、まあ、p1 の元は全部部分集合を表すことになってしまうんですけど、まあ、その記号に関して、次の文が成立しているという。まあ、p に関しては、次の文が成立していると考えることができます。議論領域全体が、この、レスダンに関してポセットであるっていう文章と、あとは、この d'α っていうのが、ちょっとすいません、ちゃんと言いますね。任意の p に関してなんかある q があって、それは d'α に q を入れたらそれが真であって、q が p の下にありますよっていう内容です。これは、言ってみたら、q が d'α に属してますよっていうふうに解釈される想定で、やってるんですけど、これが、まあ、元々の dα の中密定に対応する文章として、成り立たせるっていう状態になってるということです。つまりですね、p は代にして、レスダン記号の p での解釈っていうのは、まあ、p の順序であって、かつ、dα のP での解釈っていうのは、もともと考えてた dα そのものですよっていうような、解釈のもとで、これが、この記号と解釈のセットが、このラムダこの文章のモデル、この文章すべてのモデルになってますよという、そういう状況を作れてるわけですね。そうするとですね、ここで下向きレーベンハイムスコーレムの定理を使います。で、P の初等部分モデル Q っていうのを、まあ、サイズがラムダであるように取ることができます。で、そうすると、じゃあ、先ほど挙げた文っていうのを Q で解釈すると、次のことが成立していると。それは何かというと、Q で、レスダン記号の Q での解釈っていうのは、まあ、ちゃんと Q が、それをポセットに、Q は、このレスダン Q に関してポセットになってて、かつ、各アルファ、レスダンラムダに対して、ここの文章というのは、dα と Q の、共通部分が Q の電子セットっていう文言になります。これは結局何かというと、d'α、ここの dα と Q の部分、共通部分というのは、d'α の Q での、解釈です。それがこれになってるわけですね。そして、部分モデルの定義から、Q のレスダン、レスダン記号の Q での解釈っていうのは、まあ、P の、部分集合と、Q の、それを Q に制限したもののことになってます。で、次にやりたいのは、Q に MA スターを適用できることを確かめたいと。いうことです。あと、Q に MA スターを適用できるために必要なのは、Q が CCC を満たすことです。Q が CCC を満たすことが分かれば MA スターを適用できますので、じゃあ Q が CCC を満たすことを証明します。Q が CCC をじゃあ逆に満たさないと仮定しますと、安泰チェーン、Q の、Q における安泰チェーン、オメガ1長さの非加算でね、非加算な安泰チェーン
を何か取ることができます。できるはずです。で、そうすると、ただ、この非加算の安泰チェーンは P の部分集合でもあったわけです。で、P は CCC を満たすと言ってました。ということは、これは P は、P においてはこの集合は安泰チェーンではないことになるので、なんか α と β、オメガ1以下の、オメガ未満の α、β について、Qα と Qβ の下に、なんか共通で R っていうのが、P の弦には、P の弦ではあるけど、Q の弦ではないような R があるっていうふうに取ることができます。しかしながら、ここで2変数述語、ファイの XY っていうのを、これ、X と Y はコンパティブルですよっていう文章で定義します。そうすると、P では Qα と Qβ はコンパティブルですよが成り立つわけですよね。で、しかし、で、それで Q は P の初等部分モデルでした。で、Qα と Qβ というのは Q の弦でした。ですと、ということはですね、これは、この、ファイの Qα、Qβ というのは Q でも成り立ってないといけないわけです。それが初等部分モデルの、ここは初等部分モデルのポイントですね。これが成り立ってないといけないはずです。ということで、そうするとですね、Qα のこの列は、結局、Q、まあ、結局この Qα と Qβ はコンパティブルだったから、じゃないといけないから、Q の安泰チェーンであるっていうのに、まあ、を壊してるわけですね。はい。ということで、これは、間違ってるわけなんで、Q は CCC ポセットじゃないといけないっていうのはわかりますと。さあ、そして Q は CCC ポセットですから、で、買って、で、Q が、まあ、サイズは、連続体濃度未満で、いうふうに作れていたわけですから、MA スターを適用することができますと。で、Q において、Q と Dα の部分集合というのは、電セットの、Q の電セットの列でしたね。そうすると、ジェネリックフィルター G というのは取ることができます。Q におけるフィルターですね。Q におけるフィルターの G を取ることができます。そして、その G を使って、まあ、これは G を上に閉じさせるっていう、P で考えて上に閉じさせるということになるんですけど、それを H というふうに定めます。G は P ではフィルターになるか分かんないので、それを上に閉じさせることによって、フィルターになるようにできます。そして H っていうのは、そうすると H は P のフィルターであって、かつ、まあ、この Dα と、交わるっていうのは、まあ、さっきこれに対して交わってるものの、閉じさせるのでっていう議論から、まあ、すぐにジェネリックフィルターであることがわかるわけですね。P における、H は P におけるフィルターであって、もともと探したかったこいつに対するジェネリックフィルターになっていると。これが、まあ、求めるべきものであって、MA が成り立つことがわかるということですね。こういう感じです。でこういう感じで、これで証明が終わりました。ということですね。今回ですね、応用例として紹介したこの定理、実際は、もちろん、レーベンハイムスコールの定理に訴えずに証明することができます。もちろん、ここでもちろんって言ったのは、なぜかというと、重要なことは、何が重要だったのかというと、どうにかして都合のいい関数の平方を作成するということこそが、実は重要だったんですね。ただ、まあ、これは結局何を言ってるのか、ちょっと今すぐにわからない感じに。なっちゃってますけど、まあ、改めてちゃんとあの話をもう一回言うと、もう一回というか、分析すると、レーベンハイムスコールの定理の立ち位置って実際は、なんか都合のいい関数の選定をするっていう作業を、まあ、都合のいいモデルの選定っていうものに置き換えて、かつその平方、その関数の平方っていうのは、まあ、レーベンハイムスコールの初等部分モデルですね。で初等部モデルを作るっていうのが平方を作成するっていうものに当たってて、それをパッケージ化しているような内容になってるんです。だから、レーベンハイムスコーレの定理に訴えずに、なんか都合のいい関数とその平方を作成することによって、Q の部分集合 Q を作ることが、実際はできるんですね。ということで、
まあだからあえて足玉に言ったら、まあそういうただそれだけのものであって、まあ別にレーベンハイムスコールの定理は銀の弾丸のようなもんじゃないというふうに言うことも、まあもちろんできるかもしれないです。ただ、まあ今回はこのことをまあ次のようにポジティブに考えて、いきたいと。まあそっちの方が実りが大きいんじゃないかと思います。初等部分モデルの理論というフレームワークが今得られましたので、それでいろいろなものを見直すことができます。っていうふうになるわけで、アイデアが増えるっていうのはいいことだと思います。で、モデルの概念っていうのは分野を問わず利用できる概念です。かなりプリミティブな概念だということができます。まあもちろん、その、手法はかなり大数学の手法なんですね。これは。大数的な手法であるっていうのはまあ間違いないんですけども、それでもまあ、どんな時でも使える可能性がある手法になってます。実際のところですね、この集合論においてはですね、この初等部分モデルの理論、これによって、クラブセットの、まあ古いクラブセットの理論っていうのは見直されたりもしてますし、それと同時にやっぱ、まあ、クラブセットとも関わりの深い、プロパーフォーシングという理論っていうのは、初等部分モデルの理論で基礎が構築されたりしているわけで、まあ、歴史的にかなり重要な役割を演じてきている、分野というか、そういう考え方なんですね、実は。この初等部分モデル理論っていうのは、集合論ではかなり重要なものだったわけです。という感じであって、まあ、無味乾燥な、モデル理論だけにしか使えないような、そういうなんか特殊な定理じゃなかったわけです。ということでですね、数学基礎論はやはり、こういう意味で先行問わず興味深いという感じで考えることができると思うわけです。今回、紹介した、定理とか考え方を、今回聞いてくださっている他の方が、それぞれご自分の分野で何か、応用してくだされば、今回話した回があったということになります。以上で発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。何か質問やコメントがある方はお願いします。あ、すいません。質問してもいいです。はい、何でしょうか。本の ZFC 括弧と括弧がついてない ZFC の区別のところなんですけど、はい。括弧がない方の本 ZFC っていうのは、これも ZFC から証明できないっていうもの。はい、できないというか、括弧のついてない本 ZFC に関しては、ZFC の中で形式化できるような文言じゃないんですね。これはメタな意味というか、はい、ZFC が本当に無矛盾だっていう意味合い、なんて言ったらいいんですかね、はい、伝わりますかね。あ、はい。はい。じゃ本 ZFC をなんか示したいって思うことは、なんかあんまり意味がないって、なんか。あー。本 ZFC が無矛盾ってことを言うには、なんか、ZFC じゃない数学の形式化をして、ここで言うみたいなことになる。ですね、なんて言えばいいんだろう。ああ、だからそうですね、結局のところ、なんだ、本当にコン ZFC であるかどうかは全くわかんないじゃないですか。私たちができるのは相対的無矛盾の証明とかだけなんで。はい。はい。それは、まあ、NY さんも多分ご存知の通りだと思うんですけど。はい、はい。はい。だからちょっと、そのコン ZFC そのものをなんか、別のパワーで証明するみたいな話は、まあ、今はできない。あ、わかりました。はい。ですね、はい。
じゃあ僕から、はい、最後 EFA とかの話がちょっとあって起用したんですけど、あ、PFA はしてないですけど、プロファー更新。PFA はなかったっけ、まあ、プロファー更新の話はなかったで。はい。はい。はい、まあ、だから、マーティン・ノポーリの矛盾点を言うためには、だから、今回、特徴付けたように、4名スターを実際は言えば、はい、いう話ですね。そうですね。それは、はい、ちょっと、そう、今回この定理のを示した意味合いっていうのを、はい、言うことがちょっとできなかったんですけど、まあ、あまりにも強制法の話になるかなって、まあ、ちょっと、そうですね。これ結局 MA スターっていうのはなんで、MA と MA スターが同値であるというのを、まあ、証明できたことのうまみとしては、今、ディグさんでしたっけ、今、定理、はい、して、指摘してくださったのは、まあ、ディグさんが指摘してくださったように、実はイタレーテントフォーシングという手法を使って、MA スターが成り立つようなモデルっていうのを作ることができるんですね。それによって MA が成り立ってますよっていうような、ことを言うことができるっていう、そういう意味合い、まあ、そういう定理のために、この定理っていうのが、活躍するっていう状況が、状況というか背景があります。まあ、で、思ったのは、はい、EFA に対してはこういう PFA スターみたいなのを考えてもどっちにはならないんですよね、多分。ああ、ごめんなさい。ちょっと私はそっちの方まではわからないです。あ、はい。はい、すみません。ちょっとならないと思います。うん、なるほど。今、まあ、こういう、ああ、まあ、ならないことの証明にはなってないんだけど、今回の証明は通らないはずで、っていうのは CCC だと、なんか今回のような下部分構造でちゃんと CCC が伝わるんだけど、うんうんうん、遺伝するけど、はい、プロパーネスは遺伝、うまく遺伝させることはできない気がします。はいはい、なるほど。あ、そうですね。CCC は今回その1回述語論理、まあその順序構造っていうものが1回述語論理の中で欠けて、しかもそれが遺伝するみたいな、まあそういう いい性質があったから言えるっていう状況は確かにありますよね。はい。ありがとうございます。はい。他に質問なければ、それでこの質問終わりにしたいと思いますが、どうでしょうか。はい。じゃあ、このセッションを終わりにします。はい。改めまして、田尻さんに、拍手をお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは、共有停止しますね。はい。レコーディングも停止します。はい、お願いします。Recording stopped.